こんにちは。 IMM の取組残高分析、フォレックス TV ジャパンの武藤がお送りします。この時間は為替市場の参加者でもとりわけ投機筋が利用すると言われている CME シカゴ商品先物取引所の IMM 通貨先物市場の取組残高をもとにした分析をご紹介します。 CME は全米最大、世界でも第2位の先物取引所です。ここでは外貨証拠金取引と同じように世界の主要通貨が取引されています。そして毎週火曜日時点の各通貨の取組高のデータが実需か非実需かにカテゴリー分けして CFTC アメリカ商品先物取引委員会を通じて毎週末に公表されています。これは為替市場全体のポジションの傾きを推測する上でとても参考になるデータです。特に非実需のカテゴリーとなるいわゆる投機筋のポジション動向は相場の流れを示唆することが多いですから、 FX 取引をする方なら誰もが見ておいた方がいい情報と言えます。まずはこちらのグラフをご覧ください。こちらはシカゴの投機筋の円買いとドル買いの取組残高をそれぞれ比べたグラフです。今回は相場の流れが大きく転換した節目の週となりました。 CME の取組高は毎週火曜日の引け時点のポジションを報告することになっていますので、今回の結果は週初めの市場の状況を表したものとなります。これを見ると市場での危機感が高まっており、円買いがかなり強まっていることから円買いポジションが引き続き増加しています。ネットポジションで見てもこの円買いの増加の影響が大きく、去年の7月以来ネットポジションで5万コントラクトのドル売り越しとなっています。ただ為替相場の方は前の週と比べてあまり大きな変化はありません。過去3週間ほど見ていくとネットポジションはおよそ 12% もドル売り越しが増加していましたが、ドル円相場はおよそ 1% しか円高方向に動いていません。これは相場の方向は下向きと考えてドル売りを仕掛けているものの、なかなかそのエネルギーで下値を押し下げることができなかったことを意味しています。先週は後半にドル円相場でドルが大きく反発していました。これは相場のエネルギーは溜まっていき、最終的には下値トライが失敗して大きな巻き戻しが起きる原因になったと分析しています。今回のネットポジションと為替相場の動きの関係はしっかりと記憶しておきましょう。今後もこうしたポジションの増減と相場の増減に乖離が出たときに大きく動く可能性が高まると言えるでしょう。今週はおそらくネットポジションでは一旦調整局面に入っていると思われますので、その点を確認していきたいと思います。以上 IMM の取組残高分析をお送りしました。